自公激突の第2幕です。自民党と公明党は今日から軽減税率の協議を再開しました。集団的自衛権の問題では限定容認で押し切られた形の公明党ですが、軽減税率では低所得者への支援策として必要と 10% に引き上げる来年10月の導入に徹底してこだわる強気の方針です。中継です。はい、年末までに一定の方向性を打ち出したい自公両党は、まずは関係する46の団体からヒアリングを行う予定です。できるだけ幅広い皆さんのお考えをお伺いしながら、最終的な判断をまとめたいと思っております。今日の協議で経団連は、商品ごとに税率が異なると経理などの事務負担が重くなるなどとして導入に反対の姿勢を示しました。税収が減ることなどを理由に導入に消極的な自民党の幹部は、今回のヒアリングで公明党に導入の難しさを分かってもらうと話しています。一方の公明党は、支持母体の創価学会も導入を強く求めていて、自民党に押し切られる格好となった集団的自衛権をめぐる議論と同じ鉄は踏みたくない考えです。公明党としては、この 10% 時というのは 10% 引き上げ時にということを目指している。消費税の 10% への引き上げが予定される来年10月に導入するのか、そして対象品目をどこまで絞り込むのかをめぐって、今後の与党協議は難航が予想されます。